10月26日は、グレゴリオ歴で年始から299日目にあたり、年末まで、あと66日ある。ジュゼッペ・ガリバルディとビットオリオ・エマヌエーレ2世の会談。ガリバルディが領土を献上したことにより、イタリアは統一へと向かうワイアット・アープたちと、アイク・クラントンらによる集団決闘。右は、舞台となった1881年のトゥームストーン国営。 昭和記念公演会演フランス革命で活躍した革命政治家ジョルジュ・ダントン誕生近代ドイツ陸軍の父ダイ・モルトケことヘルムート・カールベルン・ハルト・フォン・モルトケ誕生最後のミッド藩主徳川秋武誕生パリ万国博覧会の施設として欧州を歴訪した日英同盟やポーツマス条約をまとめた外交官小村寿太郎誕生成功哲学の先駆者である 著作家、ナポレオンヒル誕生。実書、頭を使って豊かになれを手に205センチメートル、121キログラムの巨漢プロボクサー、プリモカルネラ誕生第四代フランス大統領、フランソワ・ミッテラン誕生作曲家、戸口正信誕生。島のブルース、おとみさんなど多くの歌謡曲を手掛けたヒラリー・クリントン、誕生アングロサクソン人の統一王国を樹立した。 アルフレッド大王没堂は、青ひげのモデルとなった、フランスの貴族、ジルドレケーシ徳川恵光のウバ、カスガ極没。江戸多くの石杖を築いた、イギリスの画家ウィリアム・ホガース没。ジン・ヨコチなど、社会風刺画の父と呼ばれる、ピノッキオの冒険の作者、カルロ・コローディ没を売れるスタインポール・ペリオ・トンコー、バッコクツを調査した、探検家たち。 同日に死去第5から旧大韓国大統領、牧聖騎暗殺コメディアン、友野純三郎を没。アジャパーのギャグで一世を風靡した歌手にして、映画俳優、ハイダカツヒコ没。きらめく星座、鈴鹿の刑などの流行歌を歌った、シャン族解放組織の指導者にして、黄金の三角地帯を築いた、麻薬王、君差没。ありがとうございます。